本日はテレコミ系インフルエンサーでもあるエンターテイナー堀原氏がブレイキングダウン CEO 朝倉未来選手、ブレイキングダウンファイターである米尾選手に対して気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。エンターテイナー折原氏は YouTube や X にてタレコミ系インフルエンサーとして活動しており、世間の話題を集める事柄に対して切り込み、さまざまなタレコミ活動を行っております。そんなエンターテイナー折原氏は3月2日突如 X にて、ブレイキングダウンの面々でもなんか違法なカジノを普及させようとしているとかで、朝倉未来、レペゼン、米尾、他面々が捜査対象になってて、告発状が警視庁に提出されてるって話聞いてんだけど、杉田や黒川たちが今後どういう風にこのネタを出すのかめっちゃ楽しみなんだよな。ニャイリンやハテニャンの DM のやり取りとか金の受け渡しとか、エルドア側から全部聞いてるから、資料も協力してやるからさっさと捕まえてくれよ。レブゼン銀太以外嫌いだし、朝倉未来やらニャイリンなんかも正直好かんから、どんどんやってほしいんだけど。今こっちでデータ取ってんだけど、これから刑事告訴される予定の YouTuber の名前一覧がこれ。朝倉未来、青汁王子、深田恵美、天智夢、公平、ラー君、レペゼン地球、DJ 社長、フォイ、ハテニャン、ニャイリン、飯田祐希、三上優愛、ワンワン、バンダリ朝や、他にもかなりの人数いて、俺も全部まとめきれていない。完全に裏取って確実に刑事告訴される状態。一人一人別で弁護士と翼の党とかが告訴やってんだけど、受理されたらかなりやばいよな。俺は全員捕まってほしいからめちゃくちゃ協力してる。などと連投を行い、ブレイキングダウン CEO である朝倉未来選手、ブレイキングダウン人気ファイターである米尾選手に対して違法カジノを普及させているとして、近々刑事告訴が行われると衝撃の告発を行っております。このエンターテイナー折原氏の投稿に対してファンの中では、成り上がって成功して勝ち組確定でリスクを犯す必要なく、バックに弁護士もいる朝倉未来がオンラインカジノに関わってるの本当意味不明ですわ。刑事告訴される予定、受理されるかわからんし、送検されるかわからんし、起訴されるかわからん、出すの早ない？何これ、未来くん、青汁、DJ 社長、フォイくん、告訴？何があった？など様々な意見が飛び交い、物議を醸しております。注目の集まる朝倉未来選手、米尾選手の今後の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。